こんにちは。エラ党共生進化機構プロジェクト研究総括の深津武馬です。私たちは様々な生き物と微生物の共生関係について世界最先端の研究をしております。今回はカメムシという昆虫が生きていくためになくてはならない微生物との共生関係についてビジュアルに分かりやすくご紹介していこうと思います。これが茶羽アオカメムシです。日本全国どこにでも本当に普通に見られる緑色のカメムシなんで、まあ、皆さんもどっかでご覧になったことがあるんじゃないでしょうか。本当にこれよくいる緑色の臭いやつで、まあ、コンビニの明かりなんかに集まっているのを、まあ、見かけることよくあるんですけれども、これが大量発生いたしますとみかんなんかの果実に害を与えて害虫として問題になることもよくございます。私の研究室では茶羽アオカメムシを生ピーナッツと大豆を餌に大量に飼育しております。これが成虫、これが成熟幼虫、これが産霊幼虫、これが孵化幼虫、これが卵塊です。実はこの茶羽アオカメムシというのは体の中に共生細菌を住まわせるための特別な共生器官というのを持っています。で、この共生細菌がいないとカメムシは生きていくことができないんです。それではこの茶羽アオカメムシの、まあ、体の中っていうのがどのようになっているのかというのをお見せいたしましょう。麻酔したカメムシのメス成虫を生理食塩水の中で解剖いたします。まず羽と照準板を外します。そして腹部肺板を取り除くと体内器官が露出します。表面を覆う脂肪体や器官を取り除いていくと卵巣と消化管が見えてきます。卵巣は片側7本、左右で14本の卵巣小管からなっておりまして、中には大きなオレンジ色の卵が詰まっています。そして消化管が中央に見えます。それでは消化管を取り出します。消化管の後端の黄色い部分が共生器官です。取り出した消化管を展開します。それでは詳しく見てみましょう。こちらが口側、こちらが肛門側、この黄色の領域が共生器官です。共生器官には共生細菌が詰まった袋状の構造である毛嚢が多数並んでおります。それでは共生器官の中にいる共生細菌をフィッシュ法という方法で見てみましょう。共生細菌を選んでくっつく性質があるプローブというものに蛍光色素を結合させて、それを昆虫の組織とか細胞にかけてやりますと、共生細菌がいるところにくっつきます。それを蛍光顕微鏡で観察すると、共生細菌の形ですとかいる場所が光って見えるというふうな仕組みになっております。このように共生細菌が赤く光って見えます。中腸の共生器官に極在していることがわかります。袋状の毛嚢が4列に並んでおりまして、その中に共生細菌がびっしりと詰まっております。拡大すると細菌の一つ一つまでよく見えます。このように茶羽オオカメムシの共生器官というのは消化管の後部に位置しておりまして、主管の周りに共生細菌の詰まった多数の毛嚢が並ぶ
特徴的な構造をしています。それでは茶羽根オオカミムシの共生細菌を透過型電子顕微鏡を使ってもっと拡大して見てみましょう。共生細菌はこのような細長い形をしております。長さは1ミリメートルの250分の1くらい、幅は1ミリメートルの1500分の1くらいです。それではこの茶羽根オオカミムシの共生細菌は何のためにいるんでしょうか。これは産卵中の茶羽根オオカミムシです。一度に14個程度の卵を塊で産みます。餌をたっぷりあげると数日おきに産卵します。繁殖力はとても旺盛です。実はこの時卵の表面に共生細菌入りの分泌物を塗りつけているんです。このように卵から孵化した幼虫は卵の表面を熱心に吸って共生細菌を獲得します。共生細菌を正常に獲得した幼虫は大部分が立派な緑色のカメムシ成虫になります。一方でですね、共生細菌を獲得できなかった幼虫というのは大部分が幼虫のうちに死んでしまうんですね。で、ごく少数の羽化できた成虫というのもですね、褐色でちっちゃくなっちゃって子孫を残すことができなくなってしまうんです。茶羽根オオカミムシの成長や繁殖には消化管の特別な器官に極在している、そしてお母さんから子供へと伝えられていく、この共生細菌が必要不可欠なんです。今回は茶羽根オオカミムシの共生細菌についてご紹介いたしました。この共生細菌がどこから来たのか、何をやっているのか、どうしてシクシュカメムシの生存に必須なのか、あとこの共生細菌との関係というのを実験的に改変できないかなど、さまざまな研究に取り組んでおります。茶羽根オオカミムシの共生細菌についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。